今私はね、山口市にいます。山口市ですね。本日お昼過ぎにね、動画で配信させていただいたんですけど、安倍元総理が、奈良市内で、応援演説中にね、41歳の男に、銃撃された、2発、そしてその中で、貫通したんでしょうね、弾が残ってなかったと言ってますから。で、意識不明の重体、心肺停止状態で緊急搬送されということでね、そして夕方5時3分、安倍総理がね、お亡くなりになられました。非常にね、悲しいですね、私としてはね、残念です。まさかね、元日本国の総理大臣が、銃撃されて殺される、暗殺されてしまうとはね、なかなか予測がつかなかったと思うし、安倍さんに私自身は Facebook などでコメントね、いただいたことも何回かありまして、すごく優しい方ですね、私は思うんです。まあ、お坊ちゃま育ちですからね、その中でまあ優しい感じの方です。で、昨日も Facebook などで見てね、アップしてたところを見てですね、応援演説でね、まあ、いろんなところ、ここ最近、まあ、参議院選挙がもう日曜日ですから、その中で応援演説という形で、入っていてね、日本全国各地を回られて、精力的に回られてるな、すごいなって少々思ってたんです。その中での、まあ、惨劇ということでね、非常に悲しいです。とにかく安倍総理がね、お亡くなりになられた、まだまだ若いです。ということで、ご冥福をね、お祈りさせていただきたいと思います。まあ、本当にね、これはあってはならないことですね。民主主義ということで、本来であれば民主主義国家においてはあってはならないことではあります。その中で、41歳の男、まあ、海上自衛隊をね、結構メディアはかなり、用いてますけどね、在籍したのが3年ぐらいかなだと思うんだけどね、その後の人生何してたのかなっていうところもやるべきじゃないかなって感じはするんだけどね、引きこもってるとかいう噂もあるけどね。で、今日はちょうどですね、私自身はどこにいたかっていうと、護国神社、護国神社にいました。山口県の護国神社ということでいました。で、その時に、参拝している時にですね、ちょうどその時間でしたね、で銃撃されということで、その後速報に入ってきてね、まあ、緊急ちょっと配信させていただいたんだけど、山口県護国神社です。島根、まあ、山陰ずっと回ってきて、山口県入って萩市、そして長門市、そして今山口市にいます。山口の護国神社を訪問して、そして今日はね、陸上自衛隊の、基地が山口にあるので、陸上自衛隊の施設を見学させていただきました。その中でね、これちょっと購入させていただいたんだけど、このカバンをね、陸自のね。で、これに関してはまたね、動画としてアップして紹介させていただきたいと思ってます。山口ということで、安倍さんのね、お膝元です。長州藩、かつて明治維新、江戸末期から、江戸末期からですね、明治にかけて、活躍した、志士を多く輩出した土地柄です。その中で、安倍総理ということで、ちょうど昨日ですね、長門市の夢温泉に宿泊したんですけど、そこから、安倍さんのね、長門市、今の長門市か、湯屋ってところかな、長門市になってるんだけど、そこのところで、安倍さんの一族っていうのは、大庄屋ね、庄屋さん、私の家系も庄屋でしたから、だけど、もう大庄屋だからね、いくつかの村をっていう感じが、すごい、規模が違うのかなと思ったんだけど、かなりの名門名家ですね、安倍家に関しては。で、その安倍家ということで、その長門のところでね、ちょうど、運転しててね、安倍さんのこの実家が、もともと一族がここでっていうふうに伝えさせていただいた動画撮ってるんだけど、安倍家のね、お墓参りなんかもしようかなってちょうど思ってたんだけど、あえてちょっとやめたんですけどね、まさか今日、ここでね、奈良で銃撃されてしまって、亡くなられるとはね、思ってもいませんでした。安倍さんということでね、まだまだお若い方です。で、その中で2回ね、総理大臣を経験されてます。私はその海外赴任していた時に、自民党から民主党にね、政権変わった時ありますよね。あの時に私は、民主党になる時に多くの人々がね、経済さえ良くなってくれればいい、リーマンショックの時でしたから、というのがあったんだけど、私は民主党であったのね、
経済が良くならないってことをお伝えさせていただいたんだけど、結果が見事その通りだったです。で、安倍さんが、その後ですね、自民党総裁に返り咲いてね、平成24年2012年、そして、そこから総理大臣に復帰されて長期政権を築かれてね、私はすごく評価したいところは積極的な平和外交ということで、多くの国々にね、外交に出かけて、その和を救っていった。これはね、和をもって尊しとなす、箱一の精神の一つでもあるんだけど、そこがね、多くの国々と関係をさらに深くできたところがね、私は非常に評価したいかなと思うところ、それによって長期政権を築いてきたわけです。このご時世になってね、長引く、新型コロナ禍において非常に大変だった、そして、その対応に追われていてね、途中で辞任されてしまったわけだけど、その後菅さんが総理をされて、そして岸田さんがね、今総理大臣をされてるわけだけど、非常に大変だったと思うんです。だけどね、辞任された後も、国会議員ですからね、自民党ということで、全国でね、いわゆる選挙に、参議院選挙で出る立候補の応援演説もね、されていてね、非常に、精力的に動かれてるなってね、思いました。とにかくこの日本において民主主義国家、日本においてね、まさかこのような形であるとはなかなか想像つかない。かつてはね、いわゆるその幕末から明治にかけては命をかけて、いわゆる政治家っていうのは活動してたわけですね。命をかけて、だから自分がする行動言動に対して、じゃあ何かあってもね、じゃあそれによって例えば攻撃される、これは幕末もそうですよね、明治維新もそうだし、大正時代、昭和時代、伊藤博文も例えばハルビンでね、朝鮮の安重工によって暗殺された事件がありますし、犬飼剛、他にもね、原敬、もうそうだけど、暗殺されるとなったわけです。まさにやっぱり政治家って命がけだなっていうのをね、実感する出来事なのかなって感じはします。ここ昨今の政治家を見てると、私利私欲に走る政治家が多い中でね、保身に走る、その中で命を懸ける、政治家、私はこの日本に求められてると思うんで、その中で安倍さんはね、非常に残念な方を亡くしたなっていうのを思うところです。その、中で本来、安倍さんのね、ということで、とにかく日本においてね、国会議員であれば、あるいは日本のために尽くす、愛国心を持って尽くすってことが私は本来求められるものだと思うんで、日本の国益を第一優先に考えてねっていうのが思うところです。とにかくね、今晩は安倍さんがね、亡くなられるというのはね、まさかですよ。本当に正直なところ言うとね、びっくりします。悲しいで、まさか護国神社、そして安倍さんのね、地元の、山口においてということでね、あれです、萩においてはね、長州藩ということで高杉晋作であるとか久坂玄瑞であるとかね、吉田松陰ね、亡くなっていた志士たち、そういったところの成果、お墓参りをさせていただいたんです。長州ということで、山口県に関しては総理大臣を8人もね、出してますから、8人もね、これはもちろん長州罰ということで、明治時代になってから長州が明治維新の立役者だから、当然のように、長州、山口出身の人がね、総理大臣になることは多かったのは事実だと思うんだけど、長州の偉人の一人だったかなっていうのはね、思うところです。ということでね、今日はそして護国神社に行って、その後陸上自衛隊の施設をね、訪問させていただいて、視察させていただいて、これを購入しました。これね、これに関してはまた後日ね、アップさせていただきますので、またご覧いただければと思うんだけど、陸上自衛隊の施設ということでね、ありますね。なので、陸上自衛隊の施設というのがありました。他にもいくつか買ったんですけどね、これまた紹介したいと思ってます。とにかくね、いろいろありますね。長崎においては、例えば長崎の市長が暴力団に暗殺される、殺害される事件もあったし、元島、市長ね、左翼思想の元島市長、これが昭和天皇に戦争責任があると発言した、これが長崎の右翼団体の構成員によって、幹部によってね、銃で撃たれた、命はね、助かってたわけだけど、いずれにしてもね、やはりこの世の中においてもね、
まだ日本においてもまああるんだなっていうのはね思うところです。あとは私は警察がねしっかりした捜査をすると思うんだけど、背後関係、動機に関してこういったところをしっかりと、やっていくべきじゃないかなって感じはします。外国勢力がついてる可能性もありますからね、うん、まあ私なりの思うところあるんだけど、そういったところも含めて、やっていくべきじゃないかなっていうのは思うところですね。動機に関してもね、そして多くの人々が知りたがってるわけだから、この公開していくべきじゃないかなっていうのはね思うところです。はい、ということでね、今晩ちょっとご冥福をねお祈りさせていただきたいと思います。